サムター要塞の戦いが南北戦争の端緒になった。南北戦争の原因では、アメリカ合衆国のアンテベラム時代における奴隷制の複雑な問題、連邦主義に関わる矛盾する理解、政党政治、拡張主義、党派構想、経済及び近代化について詳述する。米北戦争の後、合衆国のまだ州に昇格していない領土、準州における、 奴隷制問題は1850年の妥協を生み出した。この妥協により、当面の政治的な危機は避けられたが、奴隷勢力の問題を根本的に解決するものではなかった。多くの北部人の中でも共和党の指導者は、奴隷制を国の巨悪と考え、少数の南部大規模プランテーション所有者がその悪を広げる目的で国の政治を牛耳っているとみなした。 南部のものから見ると、北部は人口が増え、工業製品の生産口が急速に伸びているので、南部の相対的政治力が減退することを恐れていた。北部と南部は違う道を歩んでいたので、以前にワシントン大統領が辞任演説で警告していたように、各地域内では共有されているとしても、二つにはっきり、分かれた地域がそれぞれ別の考え方を持つように、 なっていった。経済は北部が自由労働によって成り立っていたのに対し、南部では奴隷の労働に頼っていた。合衆国はメイソン・ディクソン戦によって明確に二つの地域に分かれた国であった。ニューイングランド、北東部及び中西部の経済は家族によって運営される農園、製造業、工業、 商業及び運送業を基盤に急速に成長し、境界集以外では奴隷がいなくても人口がやはり急拡大していた。この人口拡大には高い出生率とヨーロッパからの移民が寄与していた。特にアイルランド人、イギリス人、ドイツ人、ポーランド人及び北欧人の移民が多かった。南部は奴隷によって開拓されたプランテーションが支配的であり、 急速な成長といえば、テキサス州のような南西部で起こっていた。ここの人口拡大はやはり高い出生率だったが、移民の数はそれほど多くはなかった。全体的に見れば、北部の人口拡大速度が南部を上回り、これが南部の考える連邦政府を抑え続けたいという願望を難しいものにしていた。南部は、境界州を除いて、都市や町がほとんどなく、 製造業もないに等しかった。奴隷所有者は政治や経済を引っ張っていたが、南部白人の3分の2は奴隷を所有せず、大抵は生活のための農業に止まっていた。政治的にそのような奴隷の非所有者が奴隷制のために戦う、プランテーション所有者を支持するかというのが問題であった。奴隷制は国のために望ましくないという議論が長く続いていた。 北部諸州は1776年以降に奴隷制を廃止していた。国の団結を維持するために政治家は奴隷制に反対するときも中央的な姿勢となり結果として1820年の水売り妥協や1850年の妥協という多くの妥協を生んだ。1840年以降奴隷制度廃止論者たちが奴隷制を社会役以上の もの、道徳的誤りと非難した。1858年の林カーンの演説では、バラバラになった過程は立ち行かないと述べて、連合国家としての合衆国は全て奴隷州になるか、あるいは全て自由州になるかを選択すべきとした。国の政治でも、悪意と敵意に満ちた党派的理論闘争が増加する、中で、1850年代には、 古い政党政治が崩壊し、政治家たちがさらに次の妥協にたどり着くのを妨げることになった。1854年にできたカンザスネブラスカ法は、多くの北部人を激怒させた。1850年代は、南部に何もアピールしない、最初の政党である、共和党が勃興し、工業化された北部と農業の中西部が自由。 労働産業資本主義の経済理念に関わるようになってきた。1860年、リンカーンが大統領に選ばれ、リンカーン自身は奴隷を所有する家庭の娘と結婚していたが、奴隷所有者はリンカーンや連邦政府との関係を維持できなくなり、ついには合衆国から南部の脱退ということになった。アメリカ反奴隷制協会の綱領。 1833年に、ウィリアム・ロイド・ガリソンとアーサー・タッパンが作った。北部での反奴隷制運動は1830年代と1840年代に盛り上がった。この期間は、北部の社会に急速な変革が起こった時期であり、社会的、政治的に改革主義が広がった時期であった。奴隷制度廃止運動家を含む、この時代の多くの改革者は、 労働者の生活様式や、労働習慣を様々なやり方で変革しようとし、労働者が産業化、資本主義化した社会の要請に応える手助けをした。反奴隷制運動は、当時の他の改革運動と同様に、第二次大覚醒の遺産によって影響された。 これはこの新しい国においてアメリカ人としての経歴も比較的新しい個人の改革を強調する宗教復活の期間であった。時代の改革精神はしばしば相反する政治的目標のある様々な運動によって表現されたが、ほとんどの改革運動は規律秩序及び拘束を通じて人間性を変えていくという大覚醒の原則を 強調することで共通の未来を描いていた。奴隷制度廃止運動家には当時複数の意味があった。ウィリアム・ロイド・ガリソンの信奉者、ウェンデル・フィリップスやフレデリック・ダグラスなどは奴隷制の即座の廃止を要求したので言葉通りのものであった。より実際的な集団はセオドア・ウェルドやアーサー・タッパン等であり、即時の行動を望むが長い中間過程を経て、 段階的に解放を進めていく方が良いとしていた。反奴隷制論者は、ジョン・クインシー・アダムズであり、奴隷制を制限できることを行い、可能な場合は止めさせたが、いかなる奴隷制度廃止運動にも加わらなかった。例えば、1841年に、合衆国最高裁判所で争われた、アフリカ人奴隷の反乱、いわゆるアミスタッド号事件の後半にアダムズは、 出席し、奴隷たちは解放されるべきと主張した。南北戦争前の数年間、反奴隷制論者はリンカーンをはじめとする北部の大多数を意味し、カンザス・ネブラスカ法や逃亡奴隷法という形での奴隷制自体と、その影響の拡大に反対した。多くの南部人は、ガリソンの信奉者との区別もつかないままに、これらすべてを奴隷制度廃止運動家と呼んだ。 歴史家のジェームズ・マクファーソンは、奴隷制度廃止運動家の深い心情を説明して、次のように言った。すべての人は、神の前に平等である。黒人の魂は、白人のそれと同じくらい貴重である。神の子供の一人として、他の者のを奴隷にすることは、たとえそれが憲法で善印されているとしても、工事の法を犯していることである。 ほとんどの奴隷制度廃止運動が、顕著な例は、ガリソンだが、ヤンキーのプロテスタントの理想である、自己変革、産業、繁栄を強調することで、奴隷制を人の運命と労働の成果を制御できない、ものとして非難した。最も熱心な奴隷制度廃止運動の一人、ウェンデル・フィリップスは、奴隷勢力を攻撃し、合衆国の分裂をすでに1845年に、 予感していた。この50年間の経験は、奴隷の数が3倍になり、奴隷所有者が官職を独占し、政府の政策を決めている。国の力と影響力をここあそこの奴隷制を支持するために使っている。自由州の権利を踏みつけ、国の裁判所を自分たちの道具に使っている。これ以上この悲惨な同盟を続けることは狂気である。 このような実験をなぜ長引かせるのか奴隷制度廃止運動家は奴隷制をアメリカの白人の自由に対する脅威としても攻撃した。自由は単純に拘束がないこと以上のものであり、戦前の改革者は真に自由な人は自分に拘束をかけられる人であるとした。1830年代と1840年代の反奴隷制度運動家にとって、 自由労働の約束と社会的上昇志向が個人を変える中心概念であるとしていた。キューバを奴隷州としてアメリカに併合しようという、いわゆるオステンドマニフェスト、及び1850年の逃亡奴隷法に関する議論で、党派的な緊張関係が持続し、1850年代半ばから後半にかけては、西部の奴隷制問題が、 国の政治の中心課題となった。北部のいくつかの集団の中で、反奴隷制度勘定は1850年の妥協以後に高まりを見せ、対して南部の者たちは北部諸州にいる逃亡奴隷を追求することや、北部に何年も住んでいる自由アフリカ系アメリカ人を奴隷だと主張するようなことも始めた。一方、奴隷制度廃止運動家の中には、 法の執行を公然と妨げようとする者がいた。逃亡奴隷法の審判は公然と組織化して行われた。ボストン市はそこから一人の逃亡奴隷も戻されることがなかったことを自慢していたが市のエリート階層であるセオドア・パーカーなどが1851年4月には暴動を起こして法の執行を阻止する動きに出た。大衆の抵抗という様相は 市から市に広がり、特に1851年のシラキュースの運動と1854年のサイドボストンでの運動が有名だった。しかし、1820年のミズーリ妥協と同じような問題が復活するまで、この問題は危機とまでは至らなかった。新しい問題とは、西部巡州に対する奴隷制の適用であった。 最も著名な奴隷制度廃止運動家である、ウィリアム・ロイド・ガリソンは、民主主義の成長を信じることで動機づけられていた。憲法には5分の3条項や、逃亡奴隷条項があり、また、大西洋奴隷貿易の20年間延長があったので、ガリソンは、民衆の前で憲法の写しを焼き、憲法のことを、死との契約であり、地獄との同意だと言った。 1854年にガリソンは次のように言った。私はアメリカ独立宣言に述べられていることを信じるものである。そこには自命の真実の中でもすべての人は平等に生まれている。すべての人はその創造主により不可分の権利を与えられている。その権利とは特に生存する権利、自由の権利及び幸福を追求する権利である。と謳われている。 だから私は、奴隷制度配信運動家である。だから私は、あらゆる形態の抑圧、特に人をものとしてしまうことに、憤りと嫌悪の念を持って向かわざるを得ない。この反対意見は、アメリカ連合国副大統領になった、アレクサンダー・スティーブンズによってその、コーナーストーン演説で表明された。しかし、考えは、基本的に間違っている。その考えは、 人種の平等という過程に立っている。これは誤りである。我々の新しい政府は全く反対の考えで設立された。その基盤と礎石は黒人が白人と同じではないという偉大な真実によっている。奴隷制は優れた人種に従うということであり、自然で通常の状態である。 フレデリック・ダグラス1830年代と1840年代の改革者の仮説、趣旨、及び文化的目的は1850年代の政治的及び理論的混乱を予測させた。アイルランド人やドイツ人カトリック教徒の労働者階級が動きのもとになって北部の多くのホイッグ党員を動かし、また民主党を動かした。自由国人が増加することで、 白人労働者や農夫の労働機会が奪われるという恐れが強まり、北部の州の中には差別的な黒人法を採択するところがあった。北西部では小坂実りが増加していたが、自由農民の数は依然として農業労働者や小坂実りの2倍であった。さらに工場生産の拡大は小規模の技能者や職人の経済的独立を脅かしていたものの、 この地域の製造業は小さな町には大きくても、まだ小規模事業に集中していた。ほぼ間違いなく、社会的流動性は、北部の都心部で始まったばかりであり、長い間温められてきた、労働機会、正直な製造業及び、労ーという考え方は、少なくとも自由労働の理論に最もらしさを与える、時期に近づいていた。北部の田舎や小規模の町では、 北部社会の絵姿はかなりの程度現実味を帯びていた。交通手段や通信の発達によって特に蒸気機関、鉄道及びテレグラフの導入で南北戦争前の20年間北西部の人口と経済が急速に成長していた。共和党の地盤となった小さな町や村は活発な成長のあらゆる兆候を示していた。 アメリカの白人労働者は昇進の機会があり、自分の財産を所有でき、自分の労働を自己管理できる、そのような理想社会の考え方は小規模資本主義のものであった。多くの自由で土地を所有する者が、大平原では自由白人労働者の優位性を保障するために、黒人労働の仕組みや黒人開拓者が排除されるべきと要求した。 1847年のウィルモット上皇に反対されたことで自由の土地勢力を団結させることになった。翌年8月、バーンバーナーと呼ばれた急進的ニューヨーク民主党員、自由党員、及び半奴隷制のホイッグ党員がニューヨーク州バッファローで会議を開き、自由土地党を結成した。この党は元大統領のマーティン・バンビューレント、 チャールズ・フランシス・アダムズ・シニアをそれぞれ大統領と副大統領候補とした。自由土地とは、オレゴンやメキシコから得た領土のような奴隷制のない、領土に、奴隷制を広げることに反対した。北部と南部の労働システムの基本的な違いに、奴隷制における立場を関連づけ、この違いを特徴づける文化と理論の役割を強調したのが、エリック・フォーナーの著書、自由の土地。 自由労働、自由人であり、チャールズ・ベアードの経済決定論をしのぐものであった。オーナーは、奴隷制に反対する北部にとって、自由労働理論の重要性を強調し、奴隷制度廃止運動家の道徳的関心が、北部では、必ずしも、支配的な感情ではなかったと指摘した。多くの北部人は、北部に、 黒人労働力が広がって自由白人労働者の立場を脅かす恐れがあったことにもよって奴隷制に反対した。この意味では共和党員と奴隷制度廃止運動家は自由労働に広く関わることで北部の力強い感情に訴えることができた。奴隷勢力という考え方は南部の黒人奴隷の制約に基づく議論よりも はるかに北部の自己利益に訴える力があった。1830年代から1840年代にかけての自由労働思想は北部社会の変化に依存していたが、それが政治に入ってくるには大衆民主主義が起こるのを待たねばならず、そのためには広範囲に及ぶ社会的変化が必要であった。その機会は、 長期間にわたって、地域間の対立を抑えてきた伝統的に、大政党制の崩壊した1850年代半ばに、やってきた。自由人の叫びが聞こえた。黒人の自由拡大のためではなく、白人の自由保護のためだ。フレデリック・ダグラス1850年代の、政治家たちは1820年代と1850年代における。 政党間闘争を抑圧した伝統が拘束する社会で行動した。その中でも最も重要なことは二大政党制を安定して維持することだった。その伝統が民衆民主主義の北部と南部で急速に拡大するにつれ侵食されていった。それは大衆政党が予測できなかった程度まで投票者の参加を活性化した時代であり、 政治がアメリカ大衆文化の基本的構成要素となった時であった。平均的アメリカ人にとって1850年代は今日よりも政治参加が大きな関心となったことに歴史家も同意している。政治はその機能の一つであり大衆娯楽の一形態であり欧州のある見せ物でありパレードでありさらに彩りのある個性であった。さらに言えば 指導的な政治家はしばしば大衆の興味、願望及び価値観を集める焦点として活動した。例えば歴史家のアラン・ネビンスは1856年の政治集会は2万人から5万人までの男女の参加者があったと書いている。1860年までに投票率は84%と高くなった。1854年から1856年に 過剰なまでに、新しい政党が現れた。共和党、人民の党、ハンネブラスカン、連合主義者、ノーナッシング、ノーサムシングズ、メインローイッツ、テンペランスメン、ラム民主党、シルバーグレーホイッグ、ヒンズー、ハードシェル民主党、ソフトシェルズ、ハーフシェルズ及びアドプテッドシティズンズであった。1858年までに、これらのほとんどが消失し、 政治は四つの方向に分かれた。共和党は北部の大半の制したが、少数派でも強い民主党がいた。民主党は北部と南部で分裂し、1860年の大統領選には二人の候補者を立てた。南部の非民主党は異なる連行を試み、多くの者は1860年には憲法同盟党を支持した。 南部諸州の多くは1851年に憲法会議を開催し、無効化と脱退の問題を論じた。サウスカロライナ州は例外で、その会議の投票には脱退なしという選択肢がなく、他の州との共同なしで脱退なしがあった。他の州の会議では、連合主義者が支配的であり、脱退案を投票で退けた。アラン・ネビンスは南北戦争が、 抑えられない紛争であったと指摘した。ネビンスは道徳的、文化的、社会的、理論的及び経済的問題を強調する、競合する証言を総合的に扱った。そうすることでネビンスは歴史に関する議論を社会と文化の要素に置き直した。南部と北部は急速に異なる民衆になっていったと指摘したが、これは歴史家のアベリー・クラバンも指摘するところだった。 この文化的違いの根源には、奴隷制の問題があるが、地域の基本的な家庭趣旨及び文化的目的は、他の方法でも分化しつつあった。より具体的に言えば、北部は南部を恐れさせるくらい、急速に近代化していた。歴史家のジェームズ・マクファーソンは次のように説明している。1861年に脱退志向者たちが、自分たちは、 伝統的な権利と価値観を守ろうと行動していると抗議したとき彼らは正しかった。彼らは北部の脅威が自分たちにかかっていることに対して憲法に保障される自由を守ろうと戦った。南部の共和制の考え方は4分の3世紀を経ても変わらなかった。北部は変わった。共和党の台頭はその競争力ある理論である。 平等主義的自由労働資本主義とともに、南部の者にとっては、北部の多数がこの脅威ある革命的な未来に向かう、ことが避けられないという兆候であった。ハリー・エル・ワトソンは、戦前の南部社会、経済及び、政治の歴史を研究しまとめた。ワトソンの見方では、自己満足のヨーマンが、市場経済の推進者に、政治的な影響力が加わることを容認したことで、 自分たちの変化と協業した。その結果としての疑いと不意前が南部の権利と自由が黒人共和主義によって脅威を与えられているという議論に肥沃な土壌を与えた。ジェイミルズ・ソーントン三世はアラバマ州の平均的白人の見解を説明した。ソーントンはアラバマが1860年の遥か以前に厳しい危機に見舞われていたと強調している。 共和制の価値観に表される自由、平等及び自治という原則に深く囚われていたものが特に1850年代に容赦ない関連市場の拡大と商業的農業によって脅威にさらされているように見えた。アラバマの人々は隠してリンカーンが選ばれることが最悪の事態と判断し信じる用意ができていた。1850年代に 1820年の水売り妥協に遡って生じていたのと同じ問題により、党派間の緊張関係が復活した。すなわち新しい領土における奴隷制であった。北部のものと南部のものは、マニフェストデスティニーを異なる方法で定義するようになり、結合力としてのナショナリズムを蝕んでいた。米北戦争の後の獲得領土に対する議論の結果、 1850年の妥協は生まれた。これには、逃亡奴隷法の強制に関する規定もあり、北部では一連の小さな地域的エピソードを生み奴隷制に関する関心を挙げた。ほとんどの人は、この1850年妥協で、領土問題が終わったと考えたが、1854年に、スティーブン・ダグラスが民主主義の名のもとに問題を再燃させた。ダグラスは、 カンザス・ネブラスカ法を上提し、開拓者のために、質の高い農業用地を開放しようとした。ダグラスは、シカゴの出身であり、シカゴから、カンザスやネブラスカに鉄道を敷くことに特に関心があったが、鉄道が、論争点ではなかった。より重要なことはダグラスが、草の根民主主義を信奉していたことであり、実際にその地に入植した者たちが奴隷制を、 採用するか否かを決めれば良いのであって、他の州の政治家が、とやかく言うことではないと考えた。ダグラスの法案は、領土議会を通じた、住民主権で、奴隷制に関するすべての問題を決めるべきであるとし、結果的に、ミズーリ妥協を実質的に撤廃しようとしていた。この法案に対して起こった民衆の反応は、北部諸州での嵐のような抗議であった。それは、 水売り妥協を撤廃する動きとして認識された。しかし、法案の提出後最初の1ヶ月の民衆の反応は、事態の重大性を一般に伝えることができなかった。北部の新聞が当初この問題を無視していたので、共和党の指導者は、民衆の反応の欠如を後悔していた。結果的に民衆の反応は起こったが、指導者はそれを誘発する必要があった。 サーモン・チェイスの独立した民主主義者の訴えが世論を立ち上がらせるために強く働いた。ニューヨークではウィリアム・スワードが取り上げ他の誰も自発的には動かなかったので自らネブラスカ法案に反対する集会を組織した。ナショナルエラ、ニューヨーク・トリビューン及び地方の自由土地新聞などの報道機関が法案を非難した。 1858年のリンカーンとダグラスの討論は奴隷性拡張問題に国民の関心を引きつけることになった。北部の者たちは北部の社会が南部の者よりも優れていると考え、南部が現在の境界を越えて奴隷の力を広げようという野心を持っていると徐々に確信するようになり、紛争もあり得るという見解になりつつあった。しかし紛争は 共和党の支配的立場を必要とした。共和党は、辺境での自由土地を人気及ぶ感情的な問題として政治活動を行い、結成後わずか6年でホワイトハウスを掴んだ。共和党は、カンザスネブラスカ法の立法化に関する議論の中で成長した。カンザスネブラスカ法に対する北部の反応が起こると、その指導者は、 新たな政治的組織を作るように動いた。ヘンリー・ウィルソンは、ホイッグ党がすでに死んでいると宣言し、それを蘇らせる、いかなる動きにも反対すると誓った。ニューヨーク・トリビューンのホレース・グリーンリーは、新しい北部の政党の結成を要求し、ベンジャミン・ウェイド、サーモン・ピー・チェイス、チャールズ・サムナーなどが、ネブラスカ法案に反対する同盟について語るようになった。 ニューヨークトリビューンのガマリエル・ベイリーは5月に、反奴隷制側のホイッグ党議員と民主党議員の党員集会の招集に動いた。集会は1854年2月28日に、ウィスコンシン州リポンの改修派協会で開催され、ネブラスカ法案に反対する30人ほどの者が、新しい政党の結成を要求し、透明には、 共和党が最も適当であると提案した。これらの提案者が1854年の夏に多くの北部諸州で共和党を結成するための指導的な役割を演じた。保守的及び中道的な者たちは単に水売り妥協を回復するか奴隷制の拡大を禁じるかを要求するだけで満足していたが、改革派は 逃亡奴隷法の撤廃と奴隷制が存在する州での急速な奴隷制廃止を主張した。改革という言葉は領土における奴隷制を拡大した1850年の妥協に反対する者たちにも適用された。しかし、後出しの恩恵もなく、1854年選挙では反奴隷制よりもノーナッシング運動の方が勝利する可能性を示していた。 カトリックと移民の問題が奴隷制よりも民衆に訴える力があるように思われたからである。例えば、ノーナ・シングズは1854年のフィラデルフィア市長選挙で8000票以上の大差で勝利していた。ダグラス上院議員は、そのカンザス・ネーブラスカ法に対する大きな反論を受けた後ですら、民主党に対する基本的な脅威として、 共和党よりものナッシングズの方を挙げていた。共和党が自分たちは自由労働を主張する政党であると主張すると、その支持者が急増したが、主に中流階層による支持であり、賃金労働者や失業者など労働階級の支持ではなかった。共和党が自由労働の美徳について褒め添やすとき、それは単に、 ことを成就した多くのものと実際にそうしたいと考えている、その他多数の経験を反映しているだけであった。イギリスのトーリー党と同様に、アメリカの共和党は民族主義者、禁質主義者、帝国主義者及び国際人として浮上してきた。まだ、ことを成就していない人々の中には、北部の工場労働者の中での比率が大きく、伸びていたアイルランド移民が含まれていた。 共和党はその秩序ある自由という構想に基本的に必要な自制心、国旗心及び冷静さという性格がカトリックの労働者には欠けているとみなすことが多かった。共和党は教養、心情及び勤勉さには高い相関があると主張していた。それはプロテスタントの労働倫理の価値観であった。共和党支持のシカゴデモクラティックプレスは 1856年の大統領選挙で、ジェームズ・ブキャナンが、ジョン・シー・フレモントを破った後の社説に、自由学校が、悩みの種とみなされるところ、宗教がうとんじられ、怠惰な浪費が、支配的なところ、そこではブキャナンが強い支持を受けたと書いた。民族と、宗教、社会と経済を呼び、文化の断層線が、アメリカ社会に走っていたが、 党派職を強めていくことになり、上昇する産業資本主義に利益を乱すヤンキーのプロテスタントと南部の奴隷所有者の利益に結びついたものに対する反対を強めたアメリカ的民族主義者の代行という形になっていった。例えば、評価の高い歴史家ドン・イーフ・エレンバッヒャーはその著書、1850年代における偉人、リンカーンへの序曲の中で、 入りの一周では目立った。選挙結果は、開拓地の地域形態と相関があることを指摘して、いかに国の政治の縮図となっているかを述べた。南部出身者が入植した、開拓地は民主党に忠実であり、ニューイングランドから来たものは共和党に忠実であった。さらに教会にあたる地域は、政治的に中道であり、慣習的に力の均衡を図っていた。宗教。 倫理観、地域及び階級的同一性がより合わさり、自由労働と自由土地の問題は、容易に人々の感情を煽った。血を流すカンザスにおける次の2年間の出来事は、カンザスネブラスカ法によって、もともと北部の一部の者に引き起こされた民衆の熱情を維持させた。北部出身の者は、新聞や説教及び、 奴隷制度廃止論者組織の力強い情報を宣伝によって勇気づけられた。マサチューセッツ移民援護会社のような組織から財政的な援助を受け取ることも多かった。南部出身の者はその出てきた地域社会から財政的支援をしばしば受けていた。南部の者たちは新しい領土で出身地の憲法で保障された権利を守ることを求め、 敵対的また破滅的な立法を撃退するに十分な政治的力を維持しようとした。大平原は綿花の栽培にはほとんど不向きであったが、西部が奴隷制に解放されることを要求した南部の者たちは心の中には鉱物のことを考えていた。例えば、ブラジルでは工業に奴隷の労働者を使って成功した事例があった。 18世紀の中頃、ミナスジェライス州では近郊に加えて、ダイヤモンドの採掘が始まり、ブラジル北東部の砂糖生産地域から奴隷を連れた、その所有者が退去して押しかけた。南部の指導者たちはこの事例をよく知っていた。それはすでに1848年の奴隷西洋語派雑誌、デボーズレビューで奨励されていた。急進的奴隷制度廃止運動家、 ジョン・ブラウン1855年頃のカンザスでは、奴隷制問題が耐えがたいほどの緊張感と暴力を生む状態になっていた。しかしこれは、開拓者の圧倒的多数が、公の問題には無関心で単に西部の土地に植えた、者たちである地域のことだった。住人の大多数は、党派的な緊張関係や、奴隷制の問題に無関心であった。その代わりに、 カンザスの緊張関係は敵対する要求者の間の闘争になっていった。カンザスに開拓者の最初の波が訪れた時、誰も土地の権利を持っていたわけではなく、工作に適した新しい土地を占領しようと皆が押しかけた。緊張感と暴力はヤンキーとミズーリ州の開拓者が互いに競い合うという形で起こったが、 奴隷制の問題で理論的に分かれていたというような証拠はほとんどない。その代わりにミズーリ州の要求者はカンザスを自分たちの領域と考えヤンキーの無権利居住者を侵入者と捉えた。ヤンキーはヤンキーでミズーリ州の開拓者は正直に入植することもないままに最良の土地を掴んだと告発した。しかし、 血を流すカンザスの1855年から1856年にかけての暴力は、後の人に、神の意志で、奴隷制を壊すために使わされたものとみなされた、ジョン・ブラウンが混乱の中に入ってくることによって、事実上のクライマックスに達した。1856年5月24日の夜に、起こった。 いわゆるポタワトミーの虐殺で、ブラウンは5人の奴隷西洋語派の開拓者を殺し、やや歪の形のゲリラ戦の様相になった。ブラウンの情熱は別としても、カンザスにおける闘争は、土地と金により強い意欲を燃やす武装集団の身を、たびたび巻き込むことになった。彼の自由を求める熱意は、私のものよりも、絶対的に優れている。私のものなどか。 細い明かりに過ぎない。彼の熱意は燃える太陽であった。私は奴隷のために生きることができる。ジョン・ブラウンは彼のために死ぬことができたフレデリック・ダグラス、ジョン・ブラウンについて。しかし、カンザスの市民の争いよりもより大切なことは、それに対する国中の反応と議会の反応であった。北部でも、南部でも、他方がカンザスで起こっていることによって、 その急進的な考え方の典型としようとしているという見方が広がった。結果的に血を流すカンザスは党派的対立の象徴となった。カンザスの闘争の知らせが東海岸に届く前でさえも首都ワシントンでは奴隷制に関連して暴力的で突飛な行動が起こった。チャールズ・サムナーが上院でカンザスに対する犯罪という題で演説を行い、 フランクリン・ピアース大統領の失勢と奴隷制度を非難し、サウスカロライナ州の頑固な奴隷制擁護者、アンドリュー・ピー・バトラー上院議員をやり玉に挙げた。このサウスカロライナ人を奴隷制のドン・キホーテと呼び、女主人に売春婦の奴隷を選んだ。他人には醜く見えるのに本人には、いつも愛らしい。 世間の目から見れば汚れているのに本人には低縮に、見えると性的なあてこすりも含んでいた。数日後サムナーは、南部新種の作法の餌食になった。これは年長の近親者の名誉を攻撃したことに、対する報復を教えるものだった。バトラーのおいで、会議員のプレストン・ブルックスが重い杖でサムナーを殴り続け、出血し虫の息になったサムナーは、 その後3年間も上院に戻っては来られなかった。しかし、マサチューセッツ州選出の上院議員サムナーは、党派的緊張関係のもう一つの象徴になった。北部の多くの者にとって、奴隷社会の未開さを絵に描いたような事件であった。カンザスでの事件の展開に起こった、共和党は、アメリカの歴史の中でも初めて絶対多数を占める、党派となっており、 最初の大統領選挙に自信を持って、臨むことになった。その候補者は、ジョンシー・フレモントであり、新しい党にはまあ安全な候補者であった。フレモントの使命は、カトリック、移民排斥主義者であるノーナッシングズの支持者を、混乱させたが、国政部の有名な探検者で、政治的な経歴のないフレモントは、元民主党員を寄せ付けるための試みであった。 他の二人の競争者、ウィリアム・スワードとサーモン・チェイスは、急進的すぎるように思われた。それにもかかわらず、1856年の大統領選挙はほとんど奴隷問題意識になった。民主主義と貴族政治の争いとも言われたが、カンザスの問題が焦点だった。共和党は、カンザスネブラスカ法と奴隷制の拡大を非難したが、 ハンドレ制の理想と北部の経済的願望等を組み合わせることで国内を改革するという計画を進めた。この新しい政党は強力な政党政治文化を発展させエネルギッシュな活動家が前例のないほどの数の投票者を投票に借り出した。民衆も熱情をもって反応した。若い共和党員は広い覚醒クラブを組織し自由と地。 自由労働、自由人、フレモント、と英称した。南部の、喧嘩、早い人や、中道の者ですら、フレモントが勝ったら、脱退の恐れがあると口に出すようになり、民主党の候補者、ジェームズ・ブキャナンは、連邦の将来に関する理解から恩恵を受けることになった。連邦は、諸州よりも年長かといったような疑問が出て、州の権限に関する議論が、盛んになった。 連邦政府は実質的な権力を持っていると考えられるか、あるいは主権者としての州の自発的な連邦に過ぎないかなどが議論された。歴史家のケネス・エム・スタンプによれば、各派が都合のいい時に州の権限という議論を使い、都合のいい時にその立場を変えた。スタンプはアメリカ連合国副大統領アレクサンダー・スティーブンズの 習慣の先の戦争について憲法の見方を南部指導者の例に挙げている。スティーブンズは戦争が始まった時には奴隷制は連合国の祖先と言い,い、南部が敗北した時には戦争は奴隷制のためではなく州の権限のためだったと言った。スタンプはスティーブンズが南部の失われた大義の最も熱心な弁護者の一人となったと言った。 歴史家のウィリアム C ・デイビスも南部の州の権限に関する議論に矛盾性を挙げている。デイビスの説明では連合国の憲法による国全体での奴隷制の擁護について次のように挙げていた。古い連邦では連邦政府の権力では州の奴隷制問題に干渉する権限はないと言っていた。新しい国については州は 連邦の奴隷制用語に干渉する権限はないと宣言するだろう。州の権限ではなく、奴隷制が彼らの運動の中心にあるという事実に対する多くの証拠の中で、これがとりわけ雄弁なものである。州の権限議論は問題を複雑にした。南部の者たちは合衆国憲法修正第十条で、 担保された州の権限について、連邦政府は厳しく制限されており、それを、簡略化はできないと主張し、それゆえに、新しい領土に、奴隷制を持ち込むことを妨げられないとした。州の権限の主張者は、憲法の逃亡奴隷条項も引用して北部に逃げた、奴隷に、連邦の法制が及ぶことを要求した。反奴隷制勢力はこの問題について、 逆の立場を取った。憲法の逃亡奴隷条項は憲法が書かれた時の北部と南部の妥協の産物であった。それは1850年の妥協の一部となった逃亡奴隷法によって強化された。南部の政治家で州の権限の提唱者であるジョンカル・フーンは新しい領土を主権のある諸州の共通の財産とみなし、連邦議会は諸州を つなぎ止める役割に過ぎないと言った。州の権限理論は北部の人口が南部よりも急速に成長しているという事実があり、そのことは北部が連邦政府を支配するのは時間の問題となった時の反応であった。南部の者たちは自覚のある少数派として行動し、憲法の厳密な解釈によって連邦政府の州に対する権力を制限し、 連邦政府が州の権限に干渉してくることに対して防衛すること、あるいは無効化、あるいは脱退が南部を救うと期待した。1860年以前、大半の大統領は南部か南部寄りであった。北部の人口成長は北部寄りの大統領選出を意味し、自由と自主を増やすことは、上院でも北部と南部の対等関係を終わらせることであった。 歴史家のアラン・ネビンスが述べているように、南部の政治家、カルフーンの州の権限に関する理論は、政府は少数派を守るように作られ、多数派については自分たちで面倒が見られるというものだった。ジェファーソン・デイビスは、抽象的な差別と抑えの効かない多数派の先生に対して、自由を守る戦いが、連合国に加わった州の脱退する権利を与えたと、 1860年サウスカロライナ州選出の下院議員ローレニス・エム・カイトは反奴隷制の党派が奴隷制そのものが悪いと主張し政府は強固になった国の民主主義と主張している我々南部のものは奴隷制が正しいと主張しこれが主権のある諸州の連合共和国だと主張するといった南部の選ばれた指導者ジェファーソン・デイビスは 州の平等な権限という言葉で平等を定義した。また、すべてのものは平等に生まれているという宣言に反対した。憲法は、各州が同じ数の上院議員を持つということ、またある権利は州、または人民に担保されるということに、州の権限の要素を含めているのではない。デイビスのような南部の者のはこれらの権利を、 北部の多数派に対する盾として解釈した。歴史家のマクファーソンによれば、北部が奴隷制を段階的に廃止し、都市集中を生む、産業革命をはじめ、教育の機会を増やし、奴隷制廃止運動のような社会改革を進めた。後では、従来のアメリカ例外主義は、南部ではなく、北部のみに適用されるようになったという。 北部では8人の開拓者のうち7人が移民であり、南部を離れて北部に移った白人の数が、その逆の場合の2倍もあるという事実は、南部をして防衛的かつ挑発的な政治行動をさせることになった。ザ・チャールストン・マーキュリー神は、北部と南部の奴隷制問題について、単に2集団の人々ではなくて両者は競争者であり、 敵対的な集団であると書いたデボウズレビューにも我々は革命に抵抗している。我々は人の権利について基本手の戦いをしているのではない。我々は保守的である。と述べられていた。連邦政府の権力について、また市民の忠誠心について合衆国の建国とはほとんど時を同じくして、州と連邦政府の間に確執が始まり、 続いていた。例えば、1798年のケンタッキー州及びバージニア州決議は、連邦議会で連邦党が可決した外国人治安処方を州レベルで拒むものであり、ニューイングランドで米英戦争末期の1815年に開催されたハートフォード会議は、マディソン大統領と米英戦争に反対して、 合衆国からの離脱を議論したものだった。アメリカ合衆国会員では、サウスカロライナ州選出のジョン・カルフーンが、米英戦争、保護関税、政府出資による国内の改良及び、国立銀行に賛成してきた。カルフーンは、ヘンリー・クレイの経済政策、アメリカシステムを早くから支持しており、カルフーンとクレイは共に、自分たちの出身州に、 連邦政府の政治的な力が及ぶことに反対していた。おそらくこのことでクレイは大統領になれなかった。アレクサンダー・ハミルトンが提案し、後にドイツ系アメリカ人経済学者フリードリヒリストによって国のシステムに発展された連邦税制はその目的がアメリカの重工業と国際貿易を発展させることであった。鉄鋼。 石炭及び水力発電は主に北部にあり、この税制は、経済基盤が、農業にあった南部の恨みを買うことになった。南部の指導者たちはすでに相対的に裕福であり、容易に、ヨーロッパ製品を買うだけの余裕があったし、アメリカが衆国内の他の場所が経済力をつける、ために税金を払いたくないと考えていた。よって1828年までにカルフーンは、 保護関税がサウスカロライナ州にとって有害であるだけでなく憲法にも反していると考えるようになった。一つの州で集められた税金や関税が国内の他の州の改良に使われることにも反対した。カルフーンは憲法違反と考えられる法に対して州として抵抗する体系を考え始めた。大体1820年から南北戦争まで これら金質化の圧力による歪みは常に貿易と関税の問題であった。南部の農業経済はその収入を輸出に頼り、また工業製品をヨーロッパからあるいは北部から得ていた。南部は貿易への依存度が高かった。反対に北部は国内産業経済が発展し外国貿易は競争相手と見ていた。特に保護関税のような貿易障壁は 輸出に頼る南部にとって有害であると見られた。1828年、連邦議会は、北部諸州の貿易に恩恵を及ぼす、保護完全法案を通したが、これは南部にとって、不利益をもたらすものだった。南部人の言う、嫌悪の関税に反応して書かれた、サウスカロライナ州説明と抗議のような文書で南部の、者たちは関税に対する抗議を声高に表すようになった。 サウスカロライナの者たちは、嫌悪の関税が撤廃されることを4年間待ったが、連邦議会があまり変わり映えのしない1832年の新関税法を法制化するとその怒りが、頂点に達し、合衆国結成以来最も危険な党派的、構想危機となった。サウスカロライナの者たちは合衆国からの脱退すら、示唆した。しかし、 カルフーンは関税に対する熱心な抗議者たちを説得して、その戦略に脱退ではなく、無効化の原理を採用させた。新しく選出されたサウスカロライナ州議会はすぐに、州の会議への代議員選出を要求した。この州の会議は招集されるとすぐに投票によって、1828年と1832年の関税法は、州内で無効と宣言した。 アンドリュー・ジャクソン大統領は、確固とした態度で臨み、この無効化は反逆行動であると宣伝した。ジャクソンは続いて、サウスカロライナ州内にある、連邦軍取りでの強化措置を取った。1833年早くに、議会内のジャクソン支持者が、大統領に、 連邦法を強制するためにアメリカ陸軍と海軍を使う権限を与える強制法案を導入したことで暴力沙汰が起こる可能性が現実のものとなった。他の州はサウスカロライナ州を支持する側には回らずサウスカロライナ州自体も連邦政府と対決姿勢を続けることについて意見が分かれた。この危機はクレイとカルフーンが 妥協関税を編み出すことで回避された。その後はどちらも勝利を宣言した。サウスカロライナ州のカルフーンと、その支持者は無効化の勝利を宣言し、一つの州が関税を変えることを強いたと主張した。しかし、ジャクソン支持者はいかなる州も独立した行動でその権利を主張することはできないということを示したという受け取り方をした。翻ってカルフーンは、 南部の団結という意味合いを作り上げることに努めたのであり、別の行き詰まり状況ができた場合に、全南部が連邦政府に抵抗して一つの連合として行動する準備ができたと考えた。サウスカロライナ州は、州の境界内で1828年と1832年の関税法が無効と宣言する無効化条例を採択することにより、 この関税を取り扱った。衆議会は条例を執行させる方も通したが、これには軍隊を組織することと武器を調達することの許可も含めていた。サウスカロライナ州の脅しに対し、連邦議会は強制法案を通し、ジャクソン大統領は1832年11月、チャールストン港にアメリカ海軍の7隻の艦船と1隻のマンオブ、ウォーを派遣した。 12月10日、ジャクソンは無効化宣言者に対して、いたけだかな宣言を発した。この問題は1842年のいわゆる黒い関税で再燃した。1846年のウォーカー関税で、比較的自由な貿易ができた期間は、昇降状態となり、1860年に保護主義のモリル関税が共和党によって導入されると、南部の反関税勘定は、 再度燃え上がった。ジョージア州の綿花畑収穫風景南部においても、奴隷を所有する人の比率は小さかったが、あらゆる階級の者たちが、北部の自由労働、奴隷制度廃止運動の盛り上がりによって脅威にさらされている奴隷制を、自分たちの社会秩序の礎石として守る方に回った。プランテーション奴隷制という仕組みに基づいて、南部の社会構造は、 北部より深い階層構造になり、また男性支配であった。1850年、南部の自由人人口は約600万人であり、このうち35万人が奴隷所有者であった。奴隷所有者と一口に言っても、その集中度合いには偏りがあった。おそらく奴隷所有者のわずか7%が奴隷人口の4分の3を所有した。 大規模奴隷所有者は一般に大規模プランテーションを所有しており、南部社会の上層を代表していた。規模の経済の恩恵を受けるために、利益につながる面下のような労働集約的作物を生産するには、大きなプランテーションに大勢の奴隷を必要とした。このプランテーションを所有する貴族的なエリート階層は、奴隷王とも呼ばれ、20世紀の100万長者にも、 匹敵するものであった。1850年代、大規模プランテーション所有者は小規模農場主を駆逐し、より多くの奴隷がより少数の農園主に所有されるようになった。奴隷所有者である白人人口の比率が南北戦争前に減少する中で、貧乏白人と小農は一般にプランテーションを所有するエリート階層の政治的指導力を受け入れていた。 奴隷制が南部に始まった民主改革の動きによっても重大な内部崩壊の恐れがなかったことについていくつかの要素で説明される。一つ目は、西部の新領土が白人開拓者に解放され、奴隷を所有していなかった多くのものにも人生のどこかの時点で奴隷所有者になれるかもしれないと考えさせたことである。 北部の奴隷制度廃止運動文学では奴隷に対する暴力による抑圧が共通のテーマであった。1863年に撮影されたこの有名な写真は監督者に無知で打たれて深い耳ずばれができた男の背中であり南部社会の野蛮さを示すために奴隷制度廃止運動家によって広くばらまかれた。二つ目は 南部の小規模自由農民がヒステリックな人種差別感を抱いており、南部における内部民主改革の担い手にはなり得なかったことである。白人優位の原則は南部のあらゆる階層の白人に認められており、奴隷制は合法で、当然で、文明社会の基本であった。南部の白人至上主義は、奴隷法や黒人が白人に従うことを定める念入りな言論。 行動及び社会制度の法のように公式に抑圧の仕組みを作ることで保たれていた。例えば、奴隷純裸体は南部のあらゆる階層の白人が当時の経済的また自主的秩序を支持するために作られた制度の一つである。奴隷の純裸体や監督者として働くことは南部白人の権力と栄誉ある位置づけを示すことだった。 これらの役職者に貧しい南部白人がついたとしても、プランテーションの外をうろつく奴隷ならば、誰でも停止させ、捜索し、鞭打ち、不具にし、さらに殺すことすら認められた。奴隷の、巡裸体や、監督者は、地域社会での権にも得られた。奴隷社会の垣根を越えた黒人を取り締まり、罰することは、南部の価値ある、公共任務であった。そこでは、 法と秩序を脅かす自由国人の存在についての恐れが当時の公的な会話の中でも重きを成していた。三つ目は少数の奴隷を所有する小農と自作農が市場経済を通じてエリート階層の応援と結びついたことである。多くの地域では小農は綿栗、機、市場、食料や家畜及び貸付金を得ようとすれば、 地元のエリート階層の応援主に頼っていた。さらに、様々な社会階層の白人、その中には、市場経済の外、あるいは、市場経済の境界付近で働く貧乏白人や、並の人がいたが、彼らも広範な同族関係で、エリート階層の応援主と結びついていた可能性がある。例えば、一人の貧乏白人がその軍の最も、 裕福な特権階級の人のいとこであるかもしれないし、金持ちの親戚と同じくらい、好戦的な奴隷制の支持者である可能性があった。こうして1850年代までに、南部の奴隷所有者と非奴隷所有者は共に、北部諸州で自由土地や奴隷制度廃止運動が盛り上がったために、心理的にも、政治的にも国の政治的土俵の中に取り囲まれて、行くように感じ始めた。 工業製品や商業的サービス及び貸付金については北部への依存度が高まり北西部の反映する農業地域の影響で圧迫もされ南部の者たちは北部の自由労働や奴隷制度廃止運動が成長する可能性に直面したカンザスの展開に関する抗議の声が北部で強くなるにつれて奴隷制を守る側は奴隷制度廃止運動家や その同調者が時代遅れで不道徳と考えるような生き方をするようになり、エイブラハム・リンカーンの登場とともに脱退への基礎固めとなるような抗戦的奴隷制用語理論に移っていった。南部の者たちは北部の政治的変化に辛辣な反応をした。奴隷所有者の興味はその領土で憲法に保障される、権利を守ることと敵対的で、 破壊的な法制に反撃するだけの十分な政治力を維持することに向けられた。この変化の背景には、面産業の成長があり、南部の経済にとって奴隷制がそれまでにないくらい重要なものになっていったことがあった。ハリエット・ビーチャース等のアンクルトムの小屋が人気を呼び、奴隷制度廃止運動の成長に対する反応は、奴隷制の周到な知的防衛であった。 言論による奴隷制度廃止運動は1859年のジョン・ブラウンによるハーパーズ・フェリー襲撃で頂点に達し南部の者たちの目には重大な脅威と移り奴隷制度廃止運動家は1790年代の廃地革命や30年ばかり前のナットターナーの試みのような激しい奴隷反乱を先導しているように思われた 1846年に JDB デボが発行したデボーズレビューは北部に経済的に依存していることについて農園主階層に警告を発し南部の指導的雑誌に成長したデボーズレビューは脱退に向かう世論を導くものとしても注目を浴びたこの雑誌は北部に製造業、造船業、銀行及び国際貿易が集中していることに 関連して、南部経済の不平等を強調した。奴隷制を裏付けする聖書の言葉を探し、経済的、社会学的、歴史的及び科学的な議論を起こすことで、奴隷制を、必要悪から、積極的善意に変えた。現在の全体主義者の考え、特にナッチズムのものを予知させる、JH ヴァンエブリ r の著書、黒人と黒人奴隷、列島人種の黒人。 通常状態としての奴隷は、題名からして、物議を醸すものだが、人種差別に、疑似科学的な分析と理論づけを適用しようとした、ものであった。潜在的な党派が、党派理論に現れた軽蔑的な党派のイメージを、突然活性化させた。産業資本主義が北部で勢いを増すにつれて、南部の著作家は自分たちの社会で価値を乱す。 貴族的な特質のものなら何でも、すなわち礼儀正しさ、優雅さ、騎士道精神、生活のゆっくりとしたペース、秩序ある暮らし及び余暇を強調した。これは奴隷制が工場労働よりも人間的な社会を提供するという議論も支持した。ジョージ・フィッツ・ヒューの著書、カニバルズ・オールは自由社会の労働者と資本家の間の対立が泥棒貴族と 貧困の奴隷を生み、奴隷社会では、このような対立が避けられるとしていた。その上で北部の工場労働者の利益のためにも、労働者を奴隷化した方が良いと提唱した。一方、エイブラハムリンカーンは、南部の言う、北部の賃金労働者は、運命的にその生活条件に固定されているという、当てこスリに対して非難していた。自由土地の者たちにとって、 南部の固定観念は、全くの対極にあるもの、すなわち奴隷制が揺るぎない反民主主義的、貴族政治を維持している、動きのない社会のものであった。ドレッド・スコット南北戦争の前、二大政党制の安定感は、伝統的に国をまとめる力となっていた。過去に、古い政党制は、国の様々な地域の地方的な利益と、エリート階層の政治的ネットワークの間に、 連携や同盟が生まれ、そのやり方に起因する分裂を続けていた。アメリカの制度的構造は、党派間の問題や、不一致を扱うことができた。1850年代以前、すでに西部の奴隷制問題を中心とする、党派間論争が起こっていた。これらの論争が、南北戦争を導いたのではないが、むしろ1820年の妥協と1850年の、 妥協を生んだ。しかし、第二次産業革命が北部で活発になるにつれて、南部寄りの民主党は、南部の発展に対して、輸送、関税、教育及び、銀行政策がだんだんと障害になっていくように、みなしていた。さらに近代的資本化の発展が、北部の経済と社会を変えるにつれて、それに抗応する。 大衆政治の流星が古い二大政党制の安定感を蝕んでいた。1856年以降は、党派理論がより辛辣なものとなり、大衆政治の成長は、共和党改革派による、パンフレット、演説及び、新聞の記事の助けを借りて、理論が政治に入ってくることを許した。勝手は、単に、エリート階層が関わっていた党派的緊張関係は、 徐々に自由土地や自由労働の大衆理論による意味合いを増していた。憲法でさえも分派の原因として浮上してきた。1857年最高裁のドレッド・スコット対サンフォード事件の判決は憲法の曖昧さを浮き彫りにし、憲法に対する国民的敬意が与えていた国の結合力をも弱めることになった。 政治における党派の利益の間のバランスを保つ力に不可欠なメカニズムはかなり陳腐化されていたが、ランダルやクレーブンといった修正主義の歴史家は国がより有能な世代の政治家に導かれればその修復は不可能ではないとしていた。1858年のルコンプトン憲法に関する論争は共和党の中道から保守の一派と中央の管理を 嫌う南部の者との連行について絶好の機会を提供することになった。ジェームズ・ブキャナン大統領ブキャナン大統領はカンザスでの問題を終わらせるためにルコンプトン憲法の下でカンザスを奴隷州として認めることを議会に働きかけた。しかし1万人以上となっていたカンザスの有権者はこの憲法を完全に拒絶した。 これには少なくとも両派によって広められた投票に関する不正な手段も絡んでいた。ブキャナンはその政治生命をかけてその目的を達成しようとしたが、共和党員をさらに怒らせ、自分の党員からはうとんじられることになった。スティーブン・ダグラスの一派は中央の管理を破ろうと動いていたが、このブキャナンの計画はカンザス・ネブラスカ法がよって立つ。 人民主権という原則を曲解する試みとみなした。国中で、あたかも州の権限の原則が侵害されたかのように、感じ取り、保守的な意見の力が増した。南部でさえも、元ホイッグ党員や教会州のノーナッシング党員、中でも顕著なものである、ジョンベルやジョン・クリッテンデンが共和党に働きかけて、中央管理の動きに反対させ、 診療度は主権を受け入れるか拒絶する権限が与えられるよう要求した。民主党の中の亀裂が深くなり、中道共和党員は中央の管理を嫌う民主党員、特にスティーブン・ダグラスとの連行をすれば1860年の大統領選挙で絶対的有利になると論じた。共和党のオブザーバーの中には、フレモントがほとんど支持を得られなかった、教会集で、 民主党の支持者を奪う機会として、ル・コンプトン憲法に関する論争を見る者もいた。結局、教会州は、合衆国からの南部の脱退の恐れを刺激することなく、過去に支持した北部に、基盤のあるホイッグ党の支持に動くことが多かった。今日は民主連合の戦略に反対したのが、ニューヨークタイムズだった。党派間の緊張関係を和らげるために、 奴隷衆はもう以来ないという妥協的な政策をとって、人民主権に対する反対を、共和党は軽視していると抗議した。タイムズは、共和党が1860年の大統領選挙で、戦えるために、武ャナ難の最低で動揺したような有権者全てを、含めて、支持基盤を広げる必要があるという立場であった。 実際に民主党主導政治に対する反対が増す中で、その反対意見をまとめる連行についての圧力が強かった。しかしそのような連行は新しい考え方ではなかった。それは基本的に共和党を国内の国民的、保守的合同政党に変えることを意味していた。実質的に共和党はホイッグ党の後継者になる可能性があった。しかし、 共和党の指導者は、奴隷制に関する党の立場を変えることは断固として反対した。例えば1858年のクリッテンデンモンゴメリー法案に92名の共和党下院議員全員が賛成票を投じたとき、その原則が崩されたと考えて驚愕した。この妥協手段は、カンザスが奴隷州として連邦に加盟することを阻んだものの、 奴隷制の拡張に対する徹底した反対ではなく、人民主権を求めていたという事実は、党指導者を悩ませることになった。結局、クリッテンベン・モンゴメリー法案は、共和党、教会州の元ホイッグ党を呼び、北部の民主党による、中央管理反対大同盟を作らせることには、ならなかった。その代わりに、民主党は単に党を割っただけだった。 ハン・レコンプトン民主党員は新しい奴隷制度用語という試験が党に課されていると嘆いた。しかしダグラスの一派は中央管理の圧力に屈することを拒んだ。当時共和党に倶り返したハンネ・ネブラスカホーミン主党員と同様にダグラス派は中央管理ではなく彼らが北部民主党大半の支持を得ていると主張した。南部の過激的思考をする者たちは 南部の農園主会層が中央政府の行政、立法及び司法組織への支配を弱めたので劇的に前進できた。また、南部の民主党は民主党内の同盟者を通じて北部諸州の多くにおける力を操ることが難しくなっていった。ウィリアム・スワード、リンカーンとその次のエイ・ジョンソン大統領の下で国務長官を務めた。 共和党は1856年の大統領選挙で大きな敗退を味わったが、その指導者たちは北部の有権者のみにアピールしたとしても、1860年の大統領選挙で勝利するためには、ペンシルベニア州とイリノイ州のような二つの州での勝利を増やせばいいだけだと認識していた。民主党は自分たちの問題に関わっていたので、 共和党の指導者たちは選出された党員に、西部での奴隷制問題に集中させておけば、民衆の支持を借り集めさせることができた。チェースは、サムナーに当てて、もし保守派が成功すれば、自由土地等を立ち上げる必要があるかもしれないと、書き送った。チェースは、多くの共和党員が、政治的及び経済的な議論の場で、 奴隷制に対する道徳面での攻撃を控えている傾向があることで特に邪魔されてもいた。西部での奴隷制に関する論争はまだ奴隷制問題の落ち着け所を見つけられないでいた。東派間の緊張関係にあった古い制約は北部の大衆政治と大衆民主主義の急速な拡大によって弱くなっていたが西部における奴隷制問題にかかる 論争の長期化はまだ南部の革新的民主党と北部の革新的共和党の努力を必要としていた。彼らは党派間構想が政治的議論の中心に残っていることを確認する必要があった。ウィリアム・スワードは民主党が議会の多数派であり議会、大統領及び多くの国の成長を支配していた1840年代にこの可能性を予測していた。 国の行政組織と正当性は、奴隷所有者が、国の診療度に広がることを許し、国の政策に強い影響を与えることを許していた。多くの民主党指導者が奴隷制に反対する立場を、取ることで民衆の不満は拡大し、党が、南部寄りの姿勢を強めていると自覚すると、スワードは、ホイッグ党にとって、民主主義と平等というビジレイクで、 民主党が強力に独占している状態を打ち破る唯一の方法は党の綱領として反奴隷制を受け入れることだと確信するようになった。北部の人口が増えていることに対し南部の労働システムはアメリカ的民主主義の理想の対極にあるもののように見えてきた。共和党員は奴隷勢力による陰謀の存在を信じていた。それは連邦政府を掌握し、 憲法を自分たちの目的に合わせて悪用しようとしていた。奴隷勢力という概念は、スワードのような男たちが長い間政治的に、親しもうと願ってきた反官僚政治という訴えを、共和党員に与えた。古い反奴隷制議論に、奴隷制は、北部の自由労働と民主主義の価値観に脅威を当たるという考えを結びつけることにより、共和党が、 北部社会の中心にあった平等主義者の見解に踏み込むことを可能にした。この意味で1860年の大統領選挙の時、共和党の演説者はこれら原則を体現するものとして正直な英武とすら呼び、繰り返しリンカーンのことを労働者の子や偏教の息子と表現して、いかに北部で正直な産業と労働が報われるかを証明した。 リンカーンは元ホイッグ党であったが広い覚醒が切り取ってきた線路の模型を使ってリンカーンの癒しい生まれを有権者に覚え込ませるようにした。ほとんどすべての北部州において組織者たちは1854年の投票で共和党あるいはハンネブラスカ勢力に融合を起こさせるように運動した。求心的共和党員が 新しい組織を支配している地域では、包括的革新計画が、党の政策になった。彼らが1854年の夏に、共和党を決闘させたまさにそのように、急進派は1856年の党の、全国的組織化にも重要な役割を果たした。ニューヨーク州、マサチューセッツ州及び、イリノイ州での共和党会議は、急進的綱領を採択した。 ウィスコンシン州、ミシガン州、メイン州及びバーモント州におけるこれら急進的綱領は、通常政府と奴隷制の分離、逃亡奴隷法の撤廃、及びこれ以上奴隷州を増やさないことを要求した。急進派の影響が強い時のペンシルベニア州、ミネソタ州及びマサチューセッツ州でも公領になった。1860年。 シカゴでの共和党大統領候補指名会議で、保守派は、以前から急進派との評判があったウィリアム・スワードの、指名を妨げることができた。他の候補者は、早くから党員になるか、ホイッグ党に対抗する党を作ったことがあり、それゆえに、多くの大議員を敵に回していた。リンカーンが3回目の投票で選ばれた。しかし、保守派は、 ホイッグ色を復活させることまではできなかった。奴隷制に関する会議での決議はほぼ1856年のものと同じであったが、言葉の使い方が急進的ではなくなった。次の数ヶ月間、トマス・ユーイングやエドワード・ベーカーのような保守派教は遠いんですら、診療度の通常状態は自由であるという考慮の文句を受け入れた。全般的に見て、組織者たちは、 共和党の公式政策を形作る効果的な仕事をしたと言えた。南部の奴隷所有者の興味は共和党の大統領という見込みに直面し、また党派間の力関係を変えることになる新しい自由州の加盟であった。多くの南部人にとってルコンプトン憲法問題での敗北は多くの自由州が合衆国に加盟してくることを予感させるものであった。 水売妥協の辞典に戻って、南部地域は上院で競い合えるように、奴隷州と自由州のバランスを維持することを求めた。1845年に最後の奴隷州が認められて、以降、自由州は5州が加盟していた。北部と南部のバランスを保つという慣習は、自由と知州を多く加えることですでに捨てれていた。 チャールズ・ベアードとメアリー・ベアードの著書、アメリカ文明の交流では、奴隷制が、経済制度ほど、社会的あるいは文化的な制度ではなかったとしている。ベアード夫妻は、北東部の金融業、製造業及び商業と南部の農業の避けられない、闘争を挙げ、それぞれの利益を守るために、連邦政府を支配しようと争ったとした。当時の経済決定論者によれば、 どちらの側も奴隷制と州の権限を表紙のように使った。近年の歴史家はベアードの命題を拒んだ。しかし、ベアードの経済決定論は後の歴史家に重要な方法で影響した。レーモンド・ルラーギンのような近代化論者は産業革命が世界的な規模で広がるにつれてイタリアやアメリカ南部からインドまで世界中の農業依存、全資本主義、 後ろ向きの社会に報復の日が来ていたとした。ほとんどのアメリカの歴史家は南部が高度に発展しており北部の発展に並ぶほどだったと指摘した。エイブラハム・リンカーン1864年少数の歴史家は1857年の重大な金融強行とそれに至る経済的苦境とが共和党を強くし党派的緊張関係を高めたと信じている。 標高以前は比較的低い関税によって強い経済成長があった。よって国の大部分が成長と繁栄にまとまっていた。鉄鋼業と繊維産業は1850年以後毎年急速に悪化する問題に直面していた。1854年までに鉄鋼の在庫は世界の市場でバブついていた。鉄鋼価格が下がりアメリカでは 多くの成功書が閉鎖された。共和党は西部の農夫や北部の製造業者に南部の支配する民主党政治の低関税経済政策が不況の原因と非難するようにし向けた。しかし不況は南部と西部における北東部銀行の利益に関する疑いを復活させた。東部の西部農産物に対する要求が西部を北部に近づけた。 輸送革命が進展し、勝ってはアパラチア山脈を超えることが難しかった。西部生産者の小麦やトウモロコシなどの穀物が高い比率と絶対量で北東部の市場に流れた。不況は東部商品に対する西部市場の価値と市場に供給する土地所有者及びそこから出る利益に注目させた。土地の問題とは別に経済的な困難さが 共和党をして不況に反応する産業に高い関税を適用する動機を強めた。この問題はペンシルベニア州及びおそらくニュージャージー州で重要であった。南北戦争直前のアメリカ合衆国。ミシシッピー川伊藤は合衆国の州として組み込まれていたが西部の大半は未開のままであった。一方で多くの南部人は地域を 奴隷制度を廃止化する農夫に土地を与える、急進的考え方に不満を漏らしていた。南部地域主義の理論は、JDB デボーのような人物によって1857年の教皇以前に発展させられていたが、この教皇は、多くの面下男爵たちに、東部の金融業の利益に頼りすぎるようになっていた、ことを認識させた。デモクラティックレビューの元編集者、 トマス・プレンティス・ケッテルは、南部で人気があるもう一人の論説者であったが、1857年から1860年の間は、特に著名となった。ケッテルはその著書、南部の富と北部の利益の中で統計データを整理し、南部は大きな富を生み出したが、北部は原材料に依存しながら、南部の富を吸い上げたとした。 北部への製造業の集中と、北部が通信、輸送、金融及び国際貿易で勝っていることから来る、地域間不均衡を論じ、製造と貿易のすべての利益は、土地から生まれているという古い重能主義原理を、持ち出して比較した。バーリントン・ムーアのような政治社会学者は、このような類のロマン的解雇主義は産業化が、確立した時はいつも出てくるものだと記した。 自由農民に対する南部の敵意は北部に西部の農民と連携する機会を与えた。1857年から1858年にかけての政治的な再編成の後、共和党の力が強まったこととその地域の支持基盤が全国にネットワーク化されたことでも明らかなように、ほとんどすべての問題は西部の奴隷性拡大に関する論争に、 内合わされていった。関税、銀行政策、公共土地及び鉄道への助成金といった問題は、1854年、以前の政党政治の下で南部の奴隷所有者の利益に対抗する北部と北西部のあらゆる要素を常に一体化するというわけではなかったが、西部の奴隷性拡大の問題が生じると、党派間構想の種とされるようになった。 不況が共和党を強くした間に奴隷所有者の関心は北部が南部の生活様式に対して急進的で敵対的な構想を抱いているという風うに確信するようになった。こうして南部は脱退の土壌が出来上がりつつあった。共和党はホイッグ党的な人物によって推進された万歳キャンペーンでリンカーンの登場の時に奴隷衆のヒステリーをかき立て、 党派的な傾向を強めたのに対し、南部の喧嘩、早い人は、北部や西部の共和党支持選挙民の中にあった奴隷勢力陰謀という考えを裏付けた。南部が奴隷貿易を再開したいという要求を出したとき、派間の緊張関係がさらに高まることになった。1840年代早くから南北戦争の勃発まで奴隷を維持する経費は、 確実に上がり続けた。一方で綿花の価格は原材料にありがちな市場の変動を経験していた。1857年の強行以後、綿花の価格は下落し、奴隷の価格は急速に上がり続けた。1858年の南部における商業会議でアラバマ州のウィリアム・エル・ヤンシーはアフリカ人奴隷へ貿易を再開することを要求した。 国内交易で利益を得ていたアッパーサウスの州の大議員のみが奴隷貿易の再開に反対したが、これは彼らが国内における潜在的な競合の可能性を予見していたからであった。1858年の会議はいくつかの保留事項を除いて奴隷輸入を禁じるあらゆる法律の撤廃を推奨する投票まで行き着いた。 1860年の大統領選挙結果当初、ニューヨーク州のウィリアム・スワード、オハイオ州のサーモン・チェイス及び、ペンシルベニア州のサイモン・キャメロンが共和党の大統領候補として有力であった。しかし、エイブラハム・リンカーンは、会議員を一気のみ務めただけだったが、1858年のリンカ・アンダグラス論争で名声を獲得し、党内に政敵が、 ほとんどいなかったこともあって、他の候補者をしのいだ。1860年5月16日、リンカーンは、イリノイ州シ,シカゴでの党大会で、共和党の指名を勝ち取った。それに対する、民主党の方は、ルコンプトン憲法に関する議論が元で分裂して、しまっていた。民主党主流派は、スティーブン・ダグラスの指名に動いたものの、 ダグラスの奴隷制に対する態度に反感を持っていた南部の県下早い人たちはこの人選に反対、チャールストンでの第一回民主党大会から50人が退席してしまう。残りの民主党員たちはダグラスを含めて6人の候補を選んだが、57回投票してもダグラスが2、3の票を得られなかったためそこで閉会し、バルチモアで、 第2回民主党大会を開くこととなった。バルチモアでの民主党大会ではまず先の大会で、退席した党員の処遇をめぐって議論が勃発し、結局は、アラバマ州とルイジアナ州の党員以外は、復帰をさせるべきだという判断が150票対101票で、決定されたもののこれを、北部の民主党員による党の乗っ取りだと感じた、多くの党員が、さらに離脱し、 結局残った党員たちがダグラスを選出することで落ち着いた。一方民主党大会から離脱した党員たちは独自の党大会を主催、南部民主党を立ち上げて、ジョン・ブレッキンリ事を大統領候補に指名した。この結果、南部の農園主層は国政を支配する手段を失った。民主党の分裂により、共和党の候補者は分裂した対抗馬と争うことになった。 リンカーンにとって、都合の良かったことは、協会州の元ホイッグ党員が早くから、立憲連合党を結成し、大統領候補には、テネシー州のジョンベルを指名したことである。このために、格闘指名候補は地域に偏った、選挙戦を展開することになった。ダグラスとリンカーンは、北部で、ベル、ブレッキンリッジ及びダグラスは、南部で争うという形であった。 結局北部ではリンカーンが圧倒的な支持を得てダグラスを下し南ではブレッキンリッジがベルを下すという結果になった一般投票では4割に少し届かない程度の票を獲得したリンカーンだったが選挙人の過半数を抑え大統領職を認めることとなった農場のために投票せよ関税のために投票せよが1860年の 共和党のスローガンであった。総じて実業家は、農夫の土地に対する要求を支持し、その見返りに高い関税の支持を得た。1860年の選挙は、産業革命によって解き放たれた新しい社会的階層の政治力を、ある程度まで高めた。1861年2月、アメリカ合衆国から7つの州が脱退した。 4月から5月にさらに4つの州が脱退した。メリーランド州だけは戒厳令が敷かれたために脱退できなかった。議会は北部が圧倒的多数となり、モリる関税を成立させた。これは関税率を上げ、政府が戦争を遂行する費用を手当てするためであった。1850年代半ばまでに共和党が台頭し、 アメリカとしては初めて絶対多数を占める党になったことで政治は党派的な緊張関係がつきてくる段階に入った。党派的な緊張関係の焦点であった西部の土地の多くは綿花の栽培に適していなかったが南部の脱退志向派は自分たちの国政における力が急速に弱っている兆候としてその政治的な決着を読み取った。 以前は、奴隷制が民主党によってある程度強化されていた。民主党は南部寄りの姿勢を強く表すようになってきており、国の新領土を南部の者たちが支配しようとした時も容認し、南北戦争前までは国策を支配していた。しかし、民主党は1850年代半ばの選挙区調整で重大な逆境に立った。1860年は、 有権者集団の中で既存の党に忠実であった者たちの模様を大きく変えさせた重大な選挙であった。リンカーンの選出は国と地方の利益及び依存関係において競合する力のバランスを変える分岐点となった。選挙の行方が確実になってくるとサウスカロライナ州は特別会議を召集してサウスカロライナ州と アメリカ合衆国の名のとにある他の州との間に存続した連合は解消されたと宣言し1861年5月21日までの他の南部重州脱退の先駆けとなった。連邦議会では南部による反対がなくなり共和党は妥協を生むような方法で南部の要求を満足させる必要がなくなった。ヘンリー・ウィルソンアメリカにおける 奴隷勢力の攻防の歴史の著者、エイブラハムリンカーンは、クリッテンデンダ教案を拒否し、1861年の、コーウィン修正案の批准を得ることには失敗した。またクリッテンデンダ教案と、コーウィン修正案に代わる有効な大案を、提案しようとしたワシントン平和会議も、開催不可能となり、妥協をしないことになった。このことは、 南北戦争の歴史家によって未だに議論されているところである。戦争が遂行されるようになった時でも、ウィリアムス・スワードとジェームズ・ブキャナンはその必然性の問題についての議論をまとめようとしていた。このことも歴史家の議論の対象になっている。開戦前ですら国中を燃やがらせた党派間緊張関係について二つの競合する説明が試みられた。 ブキャナンは、党派間の敵対心は偶然のものであり、自己中心あるいは強心的な先導者による不必要な仕事だったと信じていた。さらに共和党の強心を理由として抜き出してもいた。一方で、スワードは反対勢力と守る勢力の間に抑制できない圧力があったと信じた。抑制できない圧力という考え方は、当初の歴史家の議論でも、 支配的なものであった。戦後の数十年間、南北戦争の歴史は一般に紛争に参加した北部の者たちの見解を反映していた。この戦争は南部が非難されるべき明確な道徳的紛争であり、奴隷勢力の思い描いたものの結果として持ち上がった紛争と考えられた。ヘンリー・ウィルソンの著書、アメリカにおける奴隷勢力の攻防の歴史は、 この道徳的解釈を真っ先に代表するものとなり、北部の者たちは、奴隷勢力の挑戦的な考え方に対して、合衆国を守るために戦ったとしていた。後に、ウィルソンの七巻からなる、1850年妥協から、南北戦争までのアメリカ合衆国史では、ジェームズ・フォード・ローズが奴隷制を南北戦争の中心、そして実質上唯一の原因としていた。 北部と南部は、奴隷制の問題を和解もできないし、変えることもできないという立場になっていた。紛争は避けられなくなっていた。しかし、戦争は避けられなかったという考えは1920年代まで、歴史家たちの支持を得られなくなった。この頃、修正主義者たちが紛争に至るまでの新しい理由を提唱し始めた。ジェームズ・ジーランドールやアベリー・クレイブンのような、 修正主義歴史家は南部の社会や経済の仕組みの中に戦争を要求するような基本的違いはなかったと見た。ランドールはヘマをした世代の指導者の怠慢を非難した。さらに奴隷制は本来以外のない制度であり、19世紀中には消えていく運命にあったとも見ていた。もう一人の指導的修正主義者、クレーブンはランドールよりも奴隷制の問題を 強調したが、おおむねは、同じポイントをついていた。クレーブンの著書、南北戦争の到来では、奴隷労働者は、北部の労働者よりも悪い状態ではなかったとし、奴隷制度そのものは、究極的には消滅する途上にすでにあったこと、戦争は、議会政治の伝統に巧みで、責任もあった指導者のヘンリー・クレート、ダニエル・ウェブスターによって避けられたはずだとした。 クレイト・エブスターは1850年代の指導者世代と対比してほぼ間違いなく19世紀前半のアメリカ政界で最も重要な人物であり合衆国に捧げられた情熱的で愛国的な献身によって妥協点を見出せる可能性があった。しかし1850年代の政治家たちが無能ではなかった可能性はある。より最近の研究では 修正主義者の解釈の要素は残しながら、政治的な先導の役割を強調した。デイビッド・ハーバート・ドナルドの1960年の議論では、1850年代の政治家たちは、異常なほど無能ではなかったが、民主主義の急速な拡大に直面して、伝統的な拘束がなくなっていく社会で、活動していたと論じた。二大政党制の安定は合衆国を一つに、 していたが、1850年代には、それが崩れて、党派間構想を抑えるのではなく増大させたとした。この解釈を補強するために、政治社会学者は、政治的民主主義の安定的機能は、党派が様々な利益の広い連携を代表している、状況を必要とし、社会的紛争の平和的解決は主要な党派が、基本的な価値観を共有している時においに、 達成されると指摘した。1850年代以前、二度目のアメリカ的に、大正党制がこのパターンであった。この時代は地域にまたがる、政治的連携のネットワークを維持するために、党派の理論や問題が、政治から遠ざけられていたからである。しかし、1840年代と1850年代に、理論が、政治の中心に入っていった。 保守的なホイッグ党や民主党はそれをまだ遠ざけておこうと最善の努力はしていた上でのことであった。歴史家たちは一般に経済的紛争は戦争の主要原因ではなかったということでは一致している。経済史学者のリーエー・クレイグは実際に過去何十年もの間経済史学者による多くの研究は南北戦争の前の時代の北部と南部の関係に 経済的な紛争が固有の条件ではなかったので南北戦争の原因ではなかったことを示したと記録している。多くの集団が開戦前の1860年から1861年にかけて戦争を避ける妥協点を見出そうと努めたが経済政策の論点には至らなかった。奴隷制の経済的な面は別として他の経済問題は 南北戦争を引き起こしたことにはならなかった。南部、中西部及び北東部は全く違う経済構造であった。互いに交易があり、それぞれが州国の中に止まることで、より繁栄をもたらしていたのは、1860年から1861年の多くの実業家が指摘したことでもある。しかし、1920年代のチャールズ・ベアードは、 これらの違いが戦争の原因になったという高度に影響のある議論を行った。ベアードは北部の産業と中西部の農業が連携して南部のプランテーション経済と対峙したという見方をした。これを批判する人は北東部が多くの異なる競合的経済利益によって高度に多様化しており統一された北東部という見方が正しくないと指摘した。 1860年から1861年、北東部のほとんどの実業界利歴代表は戦争に反対した。1950年以降、ベアードの解釈は自由意思論経済学者には受け入れられているものの、歴史家の主流でこれを認めるものは少数に過ぎない。歴史家のケネススタンプは1950年以降、ベアード説を捨てて学会の合意事項を総括した。 ほとんどの歴史家は、なぜ北部と南部の異なる経済が分裂を生み、南北戦争を起こしたかという説得力のある理由を、今は見出せない。むしろ彼らはなぜ、経済が互いに補い合っていた二つの党派が、合衆国に残る利点をそこに見出さなかったかという、強く実際的な理由を見つけた。歴史家のエリック・フォーナーは、自由労働理論が、 北部の支配的な考え方であり、それが、経済機会を強調したと論じた。対照的に南部の者たちは自由労働者のことを、グリースにまみれた、機械工、汚い運転者、拳の小さい農夫、及び、気の触れた、理論家たちと呼んでいた。南部の者たちは、西部の自由農場を提案するホームステッド法に、強く反対し、小規模農夫が、 プランテーションの奴隷制に反対することを恐れていた。実際に、ホームステッド法に対する反対は関税に対する反対よりも、脱退主義者の弁論の中によく使われていた。カルフーンのような南部の者たちは、奴隷制が積極的な善意であるとし、奴隷制ゆえに、奴隷たちは文明化され、道徳的にも、知的にも改善されるとしていた。 アメリカ連合国副大統領、アレクサンダー・スティーブンスの礎石演説、1861年3月21日、サバンナにおいて。しかし、考え方は基本的に間違っている。その考えは人種の平等という過程に立っている。これは誤りである。我々の新しい政府は全く反対の考えで設立された。その基盤と礎石は、 黒人が白人と同じではないという偉大な真実に寄っている。奴隷制は優れた人種に従うということであり、自然で通常の状態である。1863年7月、ゲティスバーグとビックスバーグで決戦が行われた時に、共和党上院議員、チャールズ・サムナーは、再度その演説、奴隷制の未開性を講演し、 奴隷制を保存したいという望みは単に戦争の理由に過ぎないと言った。この戦争には二つの明らかな基礎がある。一つは奴隷制であり、もう一つは州の権限である。しかし、州の権限は単に奴隷制を負うものに過ぎない。もし奴隷制がなくなれば、州の権限からの問題もなくなる。戦争は奴隷制のためであり、他の何者でもない。 すでに議論で言い尽くされてきた両主の支配を武器を取って正当性を主張するのは気違いさたである。気違いを気取った不適さでこの見解さを真の文明として言いくるめようとしている。奴隷制は新しい体系の礎石であると宣言されている。リンカーンの戦争目的はその原因とは対照的に戦争に対する反応であった。リンカーンは 愛国主義者の目的は合衆国の保存だと説明した。これは奴隷解放宣言の1ヶ月前、1862年8月22日のことであった。私は合衆国を救いたい。私は憲法の下で最短の方法で救いたい。国の権威ができるだけ早く戻れば合衆国は以前の合衆国にそれだけ近くなる。 この闘争における私の最優先事項は、合衆国を救うことであり、奴隷制を救うことや破壊することではない。奴隷を解放することなしに合衆国を救えるのであればそうするだろう。奴隷をすべて解放することによって合衆国を救えるのであればそうするだろう。またもし私がいくらかのものを解放して、残りをそのままにしておくことで、 合衆国を救えるのであればそうもするだろう。私はここで、私の公式任務の見解に即して、私の目的を語った。私はこれまで、個人的な願望として語ってきたすべてのものは、どこでも自由であるべきという考え方を、修正するつもりはない。1865年3月4日、リンカーンは2回目の就任演説で、 奴隷制は戦争の原因だったと語った。全人口の8分の1は、夕食の奴隷であるが、合衆国全体に等しく分散しているわけではなくて、南部に偏っている。これらの奴隷は特別で力強い利益の構成要素となった。この利益がいくらか戦争の原因になったことは、皆が知っている。この利益を強化し、永続させ、また広げることが、 反乱者が戦争によってでも合衆国を引き裂こうとした目的である。一方で政府は領土の拡大を制限すること以上のことをする権利はないと主張した。ありがとうございます。